ダピは染色に用いられる蛍光色素の一種で DNA に対して強力に結合する物質である蛍光顕微鏡観察に広く利用されている。ダピは1977年当初はトリパノソーマに対する薬剤として合成された。その後、蛍光顕微鏡との組み合わせにより血中のマラリア原虫の検出などに利用されたが、今日では 細胞生物学の分野に欠かせない主役となっている。ダピは、浸透速度は遅いものの細胞膜透過性の色素で、あり、生きた細胞、固定された細胞の両方に対して使うことができる。生細胞染色が可能なダピは、観察資料の調整が容易なため、広く普及している、蛍光色素である、DNA の昇降に結合したダピダピは、DNA 二重螺旋の小さい溝、 特に AT に飛んだ領域に優先的に結合する、蛍光顕微鏡観察において、ダピは、紫外光によって冷気することができる。日本グサり DNA に結合したダピは、冷気光の波長358ナノメートルに、吸収極大を持ち、放出される蛍光は461ナノメートルが、極大である。ダピの蛍光の波長域は広く、色としては、青から水色に見える。なおダピは、 RNA にも結合するが、その場合の蛍光波長は500ナノメートル前後であり、蛍光強度は小さい。従って、RNA 結合由来の蛍光は適切なダイクロイックミラーで除外することができる。また高濃度の脱皮は、細胞内のポリリン酸を染色することができ、この場合の蛍光は526ナノメートルで黄色に見える。また、微小管に結合して、 傾向強度が増大することから、濁度測定より高感度なチューブリンの重合試験の傾向指示薬として用いられることがある。ダピが放出する青い傾向は、観察資料を多重染色する際に便利である。青色の傾向は、GFP が放つ緑色傾向や、テキサスレッドの赤色傾向、その他のフルオレセイン誘導体やアレクサと波長域が離れており、スペクトル分離や、 画像撮影後のイメージング処理によって容易に選別が可能である。DNA を含む細胞核の染色以外に、ダピは培養細胞中のマイコプラズマやウイルスの DNA を染めて、これらを検出する用途によく用いられる。ダピの霊気に必要な UV の照射は、ラジカルの生成を促すため、他の色素を退色させてしまう。これは退色防止剤を併用することである。程度抑止でき、 顕微強化での観察時間を引き延ばすことが可能である。しかし、体色防止剤によっては生きた細胞に悪影響を及ぼす点、さらに UV 照射自体が細胞にダメージを与える点などは注意を要する。ダピの他にも、ヘキスト染色によって DNA を青色傾向で可視化することができ、これも性細胞染色、子細胞染色ともに可能となっている。AT 選択性も、 ダピと同じである。ダピは生細胞、固定後細胞の両方を核染色できるが、生細胞の核染色に必要な濃度は、固定後細胞のそれと比較して、著しく高い。メーカー作成の MSDS には非毒性と記載されており、大腸菌を用いた実験では、ダピに変異原性があるとは認められなかった。変異原であるとの記載もあるが、エビデンスは不明である。ダピは、 遺伝子の本体である DNA と結合するため、ある程度低いレベルで変異源として作用するかもしれない。脱皮を扱う作業は慎重に行うとともに、使い捨て手袋の使用が推奨される。科学的、身体的、特物学的な詳しい特性については、不明な部分が多い。肌、目、呼吸器系との接触を避けること、密閉式の容器などに入れ、冷蔵保存すること。 ありがとうございます。